こんにちは。今日のふるさと鹿児島は新型コロナウイルス感染症に対する県の取り組みなどについてお伝えします。鹿児島県は感染拡大のリスクを見極めつつ、安心して事業を開始できるよう、経済活動のための数値目標を定め、様々な景気支援策に取り組んでいます。鹿児島県独自の緊急対策として。 ディスカバー鹿児島キャンペーンを実施します県内での観光を促進するため県民の方々限定で1人当たり1万円の宿泊券を2万人分宿泊券と合わせてタクシー券を1組当たり3000円分を1万組に発行します第1弾の宿泊対象期間は今月6月20日から7月19日まで 1>, 1室2人以上の利用となります申し込みから利用までの流れです事前に宿泊券及びタクシー券の取得申請が必要です県の申し込み専用ホームページまたは申し込み専用コールセンターにてお申し込みください後日代表者の方宛に宿泊券はメールか郵送でタクシー券は郵送します お手元に届くまでに数日かかる場合があります申請を終えた代表者の方は宿泊券の受け取りを待たずに宿泊予約をしてください特に予約の際に事前支払い、決済をすると宿泊券の利用ができませんのでご注意ください利用可能な宿泊施設などについては専用ホームページや 問い合わせ専用コールセンターでご確認ください。宿泊の際は、宿泊券を提出して生産となります。タクシー券は、現地での観光の際に利用できます。このキャンペーンでは、1日あたり宿泊券を2000枚限定発行します。予定の枚数に達し次第、1日の受付を終了します。 県内のコロナウイルス感染状況によっては発行を中止する場合もあります。詳しくは、県のホームページをご確認ください。国が行う GoTo トラベルキャンペーンに合わせた事業も実施します。県外から鹿児島に訪れる観光客を対象に、県産品や体験メニューのプレゼント、タクシー料金などの割引など、さらに、 県内消費活性化のために、プレミアム付き商品券やスマートフォンアプリを活用したグルメクーポンの発行なども予定しています。和牛やブリ、カンパチが新型コロナウイルス感染症の影響によって需要が減少して販売が落ち込んでいます。県では、日本一の最高級和牛肉や ブリカンパチを県内の小中学校の給食に提供します。給食への提供は6月3日からスタートしています。この日のメニューは県産和牛の巻き巻きビーフ。

鹿児島が誇る和牛などを味わってもらい食育を通じて鹿児島の農林水産業に対する子どもたちの理解が深まることも期待されます人の移動が活発化する今後は社会経済活動の再開と感染防止対策の両立を実現するため新しい生活様式の徹底が欠かせません新しい生活様式の実践例が示されています 私たち一人一人が行う感染防止の基本としてマスクの着用手洗い身体的距離の確保の3つマスクはしぶきを飛ばさないなどの咳エチケットの徹底丁寧でこまめな手洗いでウイルスが付着した場合減らす効果があります人との間隔を2メートル以上空ける 密密密閉・密集・集接を避けることでクラスター・団発生の防止につながります買い物では電子決済や通販を使う食事では持ち帰りやデリバリーも利用する働き方としてテレワークやローテーション勤務時差通勤会議や名刺交換のオンライン化など新しいスタイルも示されています。 事業者の方々には人との接触を避け対人距離の確保を基本として来店者などが密にならない工夫発熱症状がある人などの入場制限手指の消毒設備の設置施設の換気・消毒などに取り組む小売店についてはレジ前などの床に印をつけるレジ周りに透明の間仕切りの設置 バーゲンセールタイムセール試食販売の自粛飲食店については十分な座席間隔をとる客の入れ替え時の消毒や清掃アルコール飲料の提供時間の配慮など劇場や図書館などでは十分な座席間隔をとる入退室時も十分な間隔を確保する。 感染防止に努めてくださいこれからの季節は豪雨や台風などによる災害が発生しやすい時期です避難所での過ごし方など災害への備えにも感染対策の意識を持つ必要があります避難所では新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するために 十分な換気やスペースの確保は重要となります3密回避のため安全が確保できる場合は在宅避難や親戚・知人宅などへの分散避難を検討してください避難する際はマスク・体温計・消毒液などをできる限り持参し持参したものは洗剤などで定期的に清掃してくださいまた 健康状態を定期的に確認するとともに、手洗い、咳エチケットなどの対策も徹底してください。日頃からの備えとして、避難所までの経路や移動手段を確認しておく。役割分担や連絡方法を家族と事前に話し合う。非常持ち出し品として、食料・飲料水などは少なくとも3日分。 懐中電灯なども用意しておきましょう身の回りの災害リスクの確認もお願いしますハザードマップで自宅や職場学校周辺に危険な箇所がないか確認することなどが大切です特に山崩れの恐れがある山間部崖崩れの恐れがある急傾斜地 集中,中豪雨による土石流の恐れがある線状部、洪水が起きやすい河川周辺などでは注意が必要です。自分の命は自分で守るという意識を持ち、日頃から準備しておきましょう。県は、医療や検査などの体制を整え、県民の安心・安全の確保に努めています。PCR 検査体制については、 検査可能な民間機関が3カ所に増えて、1日当たり最大127人の検査が可能です。医療提供体制では、人工呼吸器や人工心肺装置、エクモを必要とする重症重篤患者の受け入れ病床48床を含め、県内医療機関における感染患者の受け入れ病床を合計で250床以上確保しています。 加えて軽症患者などの宿泊療養先としてホテルなどに188床を確保し今後感染者が増加した際でも対応可能となっています発熱や咳などの気になる症状があった場合や受診をする場合はどのような行動が必要でしょうか発熱などでかかりつけ医を受診する場合 事前に電話で症状などをお伝えください。受診の際には、マスクの着用、手洗いや咳エチケットの徹底をお願いします。息苦しさや強いだるさ、高熱などの強い症状がある方は、すぐに相談窓口へお電話でお問い合わせください。高齢者や基礎疾患がある方など重症化しやすい方や妊娠中の方は、 発熱や咳などの比較的軽い風邪症状でもすぐにお電話くださいこの他の方で発熱や咳などの比較的軽い風邪症状が続く方もご連絡をお願いします相談窓口は県や鹿児島市の保健所などに設置している帰国者・接触者相談センターです相談の結果、感染の疑いのある場合には 帰国者・者接触者外来を受診していただきます外出自粛などによって社会活動を控えている高齢者の筋力低下予防のために自宅で簡単にできる体操の動画を県のホームページに掲載しています。立ったまま または椅子に座った状態で、左右にステップします。一、二、三のリズムで、ステップしながら、三の倍数で、いきます。体を動かしながら、脳に刺激を与えて、明るく、生き生きと過ごしましょう。新型コロナウイルスとの厳しい戦いが続いています。 困難な状況である今こそ、お互いを思いやり支え合う気持ちを忘れずに行動することが大切です。県民一丸となってこの難局を乗り越えていきたいですね。